こんにちは、アンディです。お元気ですか? Hello, I'm Andy. How are you? The Tokyo dialect is a variety of Japanese language spoken in modern Tokyo. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their language. 新東京方言、首都圏方言。Numbers 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、と、一、二、三、四、四、五、六、七、七、八、九、九、十。Greetings and phrases。ようこそ。よく来たね。ようこそおいでくださいました。やあ、よう、こんにちは。私アンディって言うんだ。私の名前はアンディです。気分はどう?元気?ご機嫌よう。ご飯食べた?飯は?食事はしましたか?飲み物どれが好き?あなたはどの飲料が好きですか?おはよう。おはよう。おはようございます。おやすみ。おやすみなさい。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。本当に?マジで?本当ですか?英語は話せる?英語できる?英語は話せますか?うん。ええ。いや。いえ。うん。はい。いいえ。ダメだ。ダメです。いけないです。やめなよ。やめた方がいいです。名前はなんて言うの?名前は?あなたの名前は何ですか?何歳?何歳ですか?何してんの?何してるんですか?どうしたの?何があった?どうしたんです?どうして?なんで?なぜですか?だって家に帰るんだもん。その理由は私が家に帰るからです。って、東京方言で何て言うの?を、東京方言で何と言いますか?わかんない。わかんねえ。わかんないです。もしもし。すまない。すまねえ。すみません。またね。じゃあね。さようなら。ごめんね。ごめん。ごめんなさい。気をつけてね。気をつけなよ。お気をつけください。すっごいいいじゃん。すげえいいじゃん。とてもいいですね。Vocabulary 赤、オレンジ、だいだい、黄、緑、青、水、空、濃紺、紫、ピンク、桃、茶、白、灰、根津、黒、かたす、うでる、とんがる、のっかる、めっける、つんのめる、ぶまわす、ぶっこわす、おっぴろげる、しょっぴく、だべる、おっこった、みして、いきてえ、きちゃう、きちゃえ、きちゃった、来れちゃう、来れちゃった、来なきゃ、来んなら、だよね、じゃん、ないです、おっかない、おっかねえ、しょっぱい、しょっぺえ、うざったい、うぜえ、ちげえ、つええ、じっせえ、でけえ、いてえ、こぎたねえ、あちい、いけしゃーしゃー、こっちとら、しょっぱな、のっけに、あさっぱら、かわっぷち、やっぱし、ぴったし、ぺっちゃんこ、あてずっぽ、ぞんざい、やりくり、いかさま、しあさって、しろうと、くろうと。Sample text。ハツタケ、マツタケ、シイタケ、キクラゲ、シロタケ、ガンタケ、ヌメリタケ、シマフリタケ、シシタケ、ネズミタケ、カワハギタケ、コメショウロウ、マツショウロウって生き残る連中がとある夜に集まって談話会を始めた。のっけにハツタケが立ち上がって挨拶を始めた。みんな、最近ちょっと寒いから、そろそろ私は土の中へ引き込まなきゃならなくなっちゃった。今夜はお別れの宴会なんで、みんなは好きなだけ演説してね。私が書いて新聞に出すからさ。みんながパチパチ手を叩くと次に椎茸は立ち上がった。みんな、私椎茸って言うんだ。最近人間は私をすげえ重宝がって、わざわざ木腐らして畑作ってくれっからさ。ポツポツとでっかくて立派な人が増えてくばっかなんよ。
近い将来どんなキノコだとしても人間が畑作ってくれるようになってほしいなって思うよ。みんなが大賛成で手を叩いた。その次に松茸が異変って咳払いして演説した。みんな、私らの役目は大地に傘広げて種散らして子孫を増やすことだよ。その次は人間に食われることなんだけど、人間はなんでか私らが傘開いてないうちに喜んで持ってっちゃうんだよね。そのくせ椎茸さんみたく畑も作ってくんないし、こんな風じゃ近い将来私ら種負けないで、子孫を根絶やしにされちゃう。人間はなんでこの理屈がわかんないのかって思うと残念でたまんないよ。って涙流してくっちゃべると、みんなも口々にそうだそうだと同情したのである。すると、この時みんなの後ろからキラキラ笑うのがいた。見てみるとそれはハエトリタケ、ベニタケ、ワラジタケ、マグソタケ、キツネのヒトモシ、キツネの茶袋という毒キノコの連中だった。その大勢の毒キノコの中でも一番でかいハエトリタケは大勢の真ん中に立ち上がって、お前ら全員バカだろ。世の中の役に立つからそんなに捉えちまうんだよ。役に立たなきゃいじめられやしないんだ。自分の仲間だけ繁盛すればそれでいいじゃん。俺たちを見なよ。役に立つどころじゃなく世間の毒になんだ。ハエだろうがなんだろうが片っ端から殺しちまう。偉いキノコは人間さえも毎年毎年殺してるくらいだ。だからちっとも世の中の役になんかならねえで繁盛してくんだ。お前らも早く人間の毒にならんように勉強しろよ。って大声でわめき立てた。これを聞いた他の連中はみんな理屈に負けて、そっか、毒にさえなればおっかないことなんてないよね、と思う者さえいた。そのうち夜が明けてキノコ狩りの人が来たみたいだから、みんなは本当に毒キノコの言う通り毒があるのがいいのか、ないのがいいのか試すことにして別れた。キノコ狩りに来たのはどっかのお父さんとお母さんと姉さんと坊ちゃんだったけど、ここに来るとみんな大喜びで、もうこんなにキノコはないだろうって思ってたけど、いろんなキノコはすごいある。あれ、お前のようにむやみに取っちゃダメだよ。壊さんように大切に取らなくちゃ。小さいキノコは残しとこうね。かわいそうだから。わ、あそこにも、ほらここにも。と、大変な騒ぎである。そのうちお父さん気がついて、おいおいみんな気をつけろ。ここに毒キノコが固まって生えてんぞ。よく覚えとけ。こんなのはみんな毒キノコだ。取って食べたら死んじまうぞ。と言った。キノコたちはなるほど毒キノコはすげえもんだと思った。毒キノコもそれ見ろと威張っていた。けれど、あゆったけのキノコを取っちゃったお父さんが、さあ行こうと言うと、姉さんと坊ちゃんが立ち止まって、うわぁ、毒キノコってみんな憎らしい格好だよね。ああ、そうだな。俺がぶっ潰してやろう。といううちに、片っ端か毒キノコたちはでかいのも小さいのも根元までコッパみじんに踏まえてぺしゃんこにされてしまった。